初めてあなたと出会ったのは六畳一間の孤独の中、モニター越しのあなたの瞳はキラキラ輝いていた。それから一ヶ月、朝から晩まで二人きり、生きる世界が違う。こんな男にあなたは優しくしてくれた。ごめんな、そっちには行けないよ。俺は三次元の男の子、どんなに気持ちが高ぶってもあなたに触れられない。どうしてこんなにも離れているの。俺は三次元の男の子、決められた時間の中でしかあなたと恋ができない。でも伝えたいよ、この気持ち本当にありがとう。